みんなこんにちは、ハテナくんだよ。イノシシってどんな生活をしているんだろう。今日もイノシシさんにお話聞いてみたよ。やあ、僕はイノシシ。僕は日本のほとんどの場所に住んでいるよ。北海道や雪の多いところにはいないけどね。僕の鼻はとてもいいんだ。どれくらいいいかって？実は犬と同じくらい鼻がいいんだ。僕はこの鼻でいろんな食べ物を探す。僕の鼻って上を向いているでしょ？この鼻を使って土の中の芋を掘り起こすんだ。僕らオスは70キロくらいの岩だってこの鼻で動かしちゃうんだ。あと柔らかい植物の芽や葉っぱ、どんぐりなどの木の実、わらびなんかも食べるよ。特に好きなのがタケノコ。春なんてほとんどタケノコを食べているのさ。他にもヘビやカエル、昆虫、サワガニ、ミミズなんかも食べたりする。つまり何でも食べちゃう。今日のまとめ、イノシシは雑食。小さい動物から植物までいろいろと食べるよ。今日も見てくれてありがとう。チャンネル登録して君も生き物博士になってね。バイバーイ。